でのあらすじ。さあ、行くぞ。今回は、兵庫のゲンチャリ屋さんで、バイクを借りました。これからツーリングスタートです。ゴー。左右のミラーが違っていても、気にしません。まずは、レトロ自販機うどんで昼食です。ブランド卵のぶっかけ天ぷらうどんを食べました。はい、石田ケイランでうどん食べ終わりました。今から向かうのは大阪です。はい、まあ兵庫から大阪なんでだいたいね1時間半から2時間ですね。うん、まあそれでちょっと向かってくれる。まあ天気がね今日は曇りで持ってくれればいいですけどね。うん、はい、まあ今回もねレンタルバイクでね、Dトラッカー借りてます。うん、いやー雨降ってきたね。いやー降ってきましたね。まだ小雨程度かな。うん、今回向かうのは千光寺。千光寺のね、地獄寺と言われてますね。おー、ちょうどあれだね、高架道の下だからね濡れないかもしれない。うん、はい、まあそのね千光寺なんですけど、まあ地獄寺といって、まああのね地獄の絵図みたいなのをちょっとね飾ってあるという変わったお寺なのでちょっと行ってみたいなと思いました。来た大阪。うん、来たね大阪。うわ、大阪の人こんにちは。こんにちは。うん、いやパンダのウーバーも走ってるね。ここどう行くんだ。うん、平野本町5。どこだ平野本町5。あーなん、どこに書いてあるんだよ。ここじゃねえかよ。なんで正面に書かねえんだろう。どこ。ここかもしかしたら。こんなとこ。さすが、やっぱここら辺なんだ。の書いてあった。すんげえ分かりづれ。幼稚園だしね。あ、ここだ。善光寺。いやこのステップ。善光寺の地獄堂は有名ですね。他にも観光客がいました。早速中に入ってみましょう。地獄堂に入ってみる。うかつなやつめ。受付でパスポートを購入しました。パスポートの QR コードで扉が開きます。今年ってここの扉の中が地獄のようです。お、入った。マジヤバくね。ここだ。
いました。定番の赤鬼ですね。それとペアで鬼ババアもいました。中では地獄の様子をフィギュアと映像で説明しています。リアルに作られていますね。下を向くペンチがすごい。赤鬼って三つ目だったんだ。初めて知ったよ。左には裁判官補佐のようなものがいますね。やはり中央には閻魔大王がいます。この方は優しい気持ちになったことがあるのだろうか。小さなお菓子屋さん博物館。やっほー。地獄堂の隣に昭和のおもちゃを展示している。展示場があったので中に入ってみました。懐かしいお面やおもちゃが並んでいます。昭和の駄菓子屋さんの雰囲気がありますね。奥にはジオラマもありました。お面が並んでいますがキャラクターがわかりません。唯一月光仮面や宇宙エースまではわかりました。こちらが駄菓子屋さんのジオラマになります。当時の小学校のジオラマもあります。懐かしい。全体的に昭和初期から中期のものが多いように見えました。ここまで再現するのも大変だったと思います。ペコちゃんも見たことないデザインですね。そういえばミニカメラのおもちゃもありましたね。うん、はい、次に向かうのは南波八坂神社。はい、南波八坂神社、あのね、巨大なね、鬼の門があるという、うん、ちょっと一風変わったスポットですね。まあそういうわけなので、ちょっと見に行こうかなと思ってます。いやもうね、グローブ熱くてね、取っちゃいましたね。うん、なんかすごいね、なんかジメジメしてますよね。うん、まあ気をつけて運転しましょう。危ないからね。うん、はい、じゃあこれから八坂神社に向かって行きましょう。だいたいね25分くらいで着きますね。はい、お、ここだ。はっ、自転車どうやって置く。わからん。ちょっとね、探索してみよう。うん、一瞬回ってしまった。置く場所ねえんだよな。どこを置けばいいんだ。どっか探そう。どっか探そう。駐輪場が全然ねえぞ。どうすんだよこういう時。な
んとか目立たないところに止めたので早速見てみましょう。おーすげー、なんかやっていけなこれ。巨大な獅子の顔ですね。高さとしてビル3、4階分の高さですね。ここで結婚式も行われるようです。大きくて迫力ありますね。それじゃん、またどこかのツーリングでお会いいたしましょう。またガンガン帰るぞ。